こんにちは、うりさんです。テレビ東京毎週月曜日夜11時6分から放送されるドラマ赤いナースコール第5話考察動画第2弾です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。5話までのキーポイント。サスペンス系ドラマの中で重要なことは繰り返し何回も出てくるセリフやシーンだと思います。明らかに繰り返し出てきたことは1チャイコフスキーピアノ協奏曲1番2チャイコフスキー事件と榎田病院の事件の犯人は別々36人部屋の患者が次々に亡くなる4何かがおかしい病院。これらのことが繰り返し出てきているので1番から4番までが大きく根底にありそれに脚色されてドラマが進行しているだけです。5話で再び院長室の写真がアップになりました。写真の並びが違うのですがこれは繰り返し出てきたことなのでやはり榎田の息子に何か関係があるのではないでしょうか。4話で榎田は結婚したら喜びは2倍になるが子供ができたらなおさら悲しみは2倍になり面倒だと言っていました。なので榎田の息子が絡んでいると考えられるのは喧嘩で怒っている犯人もしくは313号室の患者ということなのではないでしょうか。過去の動画で津田はスパイなのではと話しましたが5話まで見てくると息子でも良いのかなと思いました。このことについては後ほど触れたいと思います。西垣が榎田に頼まれたこと。西垣が313号室の担当になったということはドラマ上その必要があったということです。一番最初にやられた滝中ですがもうすぐ退院だと言っていたので榎田が許可を出したということです。しかし退院したら外来ではここに通わないつもりだと言っていました。この病院には何か恐ろしい秘密がある。その漠然とした秘密に気づいていそうな患者が313号室に集中していたので榎田が西垣に患者たちの監視をお願いしたのではないでしょうか。そこに翔太郎が入ってきたという感じです。下塚が発見されたのは1階のトイレでした。私は2階か3階だと思っていたのですがアップで映し出されたので防犯カメラの映像も1階ということになります。現場が1階だったらどうしたということは分かりませんがゴミ置き場に頭部を捨てやすそうです。松井に至ってはやばいですよこの病院犯人はこの病棟のどこかにいますと言っていました。恐ろしい病院の秘密が外部に漏れそうだから先回りして消されたと翔太郎は考えているようです。有沙も三上からいろんなことを聞かされているので顔に包帯を巻き榎田に従っているふりをしている。万全な準備をしてから一緒に逃げようと翔太郎に言いました。そんな二人を見ていたのが西垣で翔太郎は後藤だと津田に絶対に出て行きますよと宣言しました。6話で翔太郎と有沙は脱出計画を立てるようですがまだまだ二人が脱出するのは先のようです。津田八郎について。津田と後藤だがまだやられないのは病院を移ろうと考えていないからでしょうか。津田は1話で腎機能障害入院6ヶ月と表記されていました。それなのに工藤に病状を2回も言わないのが怪しいと過去の動画でお話ししました。さらに5話では無職なのに保険会社が入院代を払ってくれる限りはと言っていました。あまりリアルを追求していないドラマなので保険の件は気にしなくても良いのかもしれませんが1話でギプスの内側が痒くなると言っていたこと骨折した箇所をボルトでつなぐだろうから1ヶ月はベッド生活だと言っていたことはやはり気になります。もし後藤だと津田のどちらかが榎田の息子だとしたら医学的知識がありそうなのに詐欺まがいのことをしていた津田の方が可能性が高そうです。つまり榎田は厄介な息子がいる313号室恐ろしい病院の秘密に気がついていそうな患者が集中している313号室を西垣に見張らせているのではないでしょうか。下塚が翔太郎、後藤だと自販機でコーヒーを飲んでいた時津田はどこにいたのでしょうか。津田がイカれた野郎でその後始末を西垣がやっているとしたら自ら犯人ですと言っている人物と一番怪しくないと言っている人物の組み合わせとなるので番組側の意図にもぴったりはまるような気がします。ナースコールを押した者は死ぬ。
ドラマの序盤ではただの都市伝説のようでしたが、榎田病院の経営は苦しいので家族からお金をもらい、本当に合法的に人をしているのかもしれません。三上が何人消せば気が済むんだと言っていたのは、今回の連続人事件のことではなく、もうすぐ死にそうな人を合法的にやっていることかもしれませんね。チャンネル登録していただくと、この動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。